実はある時声が出なくなって苦難の日々を過ごしたという経験があります。数年かけて経過を見ながら最終的には全身麻酔の上声帯の手術をして、そしてリハビリをして復活して今に至っているんです。声や発声の指導をする私がですね、喉を壊したとか手術をしたということを皆さんの前で公表するという勇気がなくて、詳しいことをお話ししてくることは控えていました。ところが最近やはり病から声が非常に出にくくなって悩んでいるという方に出会って、これまでこの私が経験してきたことがですね、同じような立場の方に何らかのお役に立てれば、またこういった動画が何かの心の支えになればと思って、今回はこの声帯を手術したことについての経緯やその手術のことについて一生懸命話しますので、最後まで聞いていってください。私は全身麻酔のもと声帯の手術をいたしました。まず大まかな経緯についてお話ししていきたいと思います。私はですね、自他ともに認める喉が大変丈夫でありまして、例えば夜更かしをしたりお酒を飲んで歌ったりという大変不摂生なことをしても声が枯れるとか喉の調子が悪くなるということはめったにございませんでした。しかし年に一度ぐらいなんとなく声の調子が悪いなということがあるようになったんです。声帯を専門に見てくださる専門外来というところがあることを知って、そちらの病院に行ってみたんです。やはりそちらでも使いすぎで声帯が腫れているという診断だったんですね。でコンサートも近かったことからステロイドの点滴というのをしていただきました。そうしましたらですね、これが見事に効きまして、ステロイドの点滴をすると、まあやっぱり炎症がクッと収まるんでしょうね。声がサッと出たんですね。でこのことでですね、本当にあの鬼に金棒でね、多少悪くなってもこのステロイドをやってもらえばすぐ回復するんだということで非常に心強くなったわけです。このようにですね、声の調子の悪い時だけ言って、その時にまあ応急の処置をしていただけば回復するのでというような感じで、辿っていったわけですね。ところがね、50を超えてきてからある時ステロイドを打っても回復が思うようにしていかないということがあったんですね。でその時に見ていただいていた先生に、今度この炎症が収まって声の状態が治った時にきちんとチェックをした方がいいというアドバイスを受けまして、炎症が収まって声が回復してきた時に受診をする機会に恵まれました。そしてで、その結果ですね、私の声帯に声帯結腫というものが見つかりました。声帯結腫というのは声の酷使によって声帯の粘膜に炎症が起こり粘膜が充血します。でそのままさらに声帯を使用し続けていくと結腫という血のこぶのようなものになってしまうんですね。でまあそれが破裂するとポリープになると言われているものなんです。私の場合はおそらく急激にできたものではなくて、小さな炎症を何年かかって何度も繰り返すことによってだんだんこの結腫が大きくなってきたのだろうというような見解でした。そしてちょっと変な言い方なんですけれども、その結腫がいい位置にできておりまして、声を直接出すのにあまり関係のない部分にできていたんですね。なので通常では全く支障がなく声が出せたという状態だったんです。で先生の見解では位置がいいので、まあ、そのままにしといても問題はないだろうけれどもっていうことだったんですね。でも何か他にも原因があるかもしれないということでさらに調べていった結果、もう一つ重篤なものが見つかったんです。それがですねこちらになります。声帯結節と呼ばれるものでした。この写真で見ると明らかに大きく見えるんですけれども、実際はですねこのよく見える場所でビデオを止めてあるのでこのように見えるんですが、実際は声帯の裏側の方にできている小さな結節だったので、まあ、表側から見ただけでは気がつかなくて、細かく撮れるビデオを、まあ、1コマずつストップしていって
って裏側にあることに気づいたような状態でした。声帯結節とは一体何かと言いますと、よく聞く声帯ポリープとはまた違ったもので、ポリープというものは先ほどお話ししたように血腫などによって筋肉組織が固く盛り上がってきてしまうという状態なんですね。で、それに対して結節っていうのは表皮細胞が飛行して、いわゆるペンダコのようにだんだん硬い組織ができてしまうという状態なんですね。やはり、声の使いすぎでその部分が硬くなっていくというような感じです。ポリープは片側にできることが多いのに対して結節は両方が、擦れ合ってできるものなので両側にできていきます。やっぱり一番の原因は声の使いすぎです。例えば習慣的に大きな声で、歌うとか叫ぶ仕事とか、あるいはずっと喋り続けている仕事の方に多いのと、女性や子供に多いということも分かっています。ですから保育士さんや学校の先生、そして私たちのように職業歌手や声優さんや俳優さん、女優さんにも多い症例です。で、結節が起きるとどうなるかと言いますと、まず顕著に声がかすれ声になります。そして高い声が出ない、あるいは、息が続かないので、ブレスがすぐに吸いたくなっちゃうみたいな症状が起きてきます。で、しかし私の場合はですね、年に一度くらい炎症が起きていた以外はほとんど、遜色なく歌えてたんですね。そこには実は不思議なことが起きていたんです。通常の結節というのはこちらのイラストに書いたように同じ位置に両方出っ張って出ますので、それが邪魔になって声帯同士がくっつかず、そこから息が漏れてかすれた声になるというふうになっているんですね。ところが私の声帯上にできた結節というのはこのような感じで位置がずれていたんですね。そのためカギザギ状のように声帯自体は合わさって隙間ができないというような状態を起こせるようになっていました。結節という障害物ができているのに隙間ができないように閉じていたため、声枯れが生じなかった、高い声も出たということになります。人体の不思議といいますか、大変不思議なことなのですが、先生によりますと職業歌手などにね、やはり時々見られるそうで、いわゆるこう発声のテクニックでこの声が出るように、結節の位置をこうずらして声帯を閉じるようなテクニックというかね、いいか悪いかは別としても、そういった発声テクニックを身につけてしまったということなんですね。そうは言ってもですね、この事実が発覚して私は大変なショックを受けることになります。その頃は特に仕事がかなり順調でですね、休みなく歌ったりしていたものですから、歌い続けながらどうやって治療していけばいいのだろうかということに心悩ませました。選択肢としては3つです。1つはもうこのまま結節を抱えたまま歌い続けていくということ。2つ目はしばらく投薬をして休んでみるという選択。そして3つ目は手術に踏み切るという選択肢でした。その時点では声が出るのでそのまま歌い続けるという方向をとってもいいんですが、先生によるとやはり近年ね、この声疲労によって回復が遅くなってきた原因にやはりこれがあるからだろうということ、そしてこれから加齢も伴っていくので、できれば治療した方が長く歌えるであろうということを言われました。で、2について投薬しながらしばらく休みをするということについてなんですが、私の場合ですね、おそらく多分かなり前からこの結節の芽ができていって、それが、だんだんこうしてね、成長みたいにしてきてしまったんだろう。おそらく休んで投薬してもあまりが変わりないだろうという見解でした。結節ができたての方とかは、休んで投薬してもこの結節が消えるという可能性はあるそうです。そしてこの結腫からも浸出液が検知できないくらい少しずつ漏れていて、それが声帯疲労を起こしていく要因になっている可能性もあるということをお聞きしたんですね。そこも気になりました。そうしますと残るは3の手術しかないわけなんですが、声帯手術というのは全身麻酔をして、ラリンゴマイクロサージェリーと呼ばれる顕微
備強化での手術で行われます。実際こういうふうに声帯を見ると大きく見えますが、喉仏の中に入っているせいぜい1センチぐらいのひだなので、ここにできている結節といったらもう 0.0 何ミリみたいなんですよね。これに直接切除という形でメスなりレーザーなりを入れるわけなんですね。そんなことを考えただけでも恐ろしくなってきてしまうんですね。もしも手元がずれて失敗したらどうしようとかですね、あるいは声が変わってしまったらとか、発声がこう迷走してしまったらどうしようとかですね、考え出すとキリがありません。その上やはり当然手術後は傷がつくわけですから、静養が必要になって、全く声の出せない日というのを何日か過ごした後に最低でも1ヶ月間は歌えなくなるということでしたので、そのままのスケジュールではとてもその手術を行うことはできなかったんです。声が出るのが当たり前、もう自由自在に好きな歌を歌えるのが当たり前となっていた私、どんな場所でも声が通るし、マイクがなくても音量も出るし、いわゆる本当に喉自慢、健康自慢の私がですね、その声が変わってしまうかもしれないという恐怖心はただならないものでした。この時初めて、どうしてもっと大事にしてこなかったんだろうと深い後悔をすることになります。先生はその気持ちを察してか、今すぐに手術を決めるのではなくって、1ヶ月に1回ぐらい様子をね、見ながら仕事の調整をして決めればいいよと言ってくださいました。でも私にとって1ヶ月休みを取るということはですね、急にできるものではなく、ほぼ1年ぐらい前から調整を重ねていかないとできなかったんですね。そこで私はやはり手術を受けようというふうに心で決めて、そのための調整を1年かけてしていこうというふうに思いました。そのため翌年の年末に手術をするという決心をしました。2017年のことです。2018年の年末から年始のお休みを利用して整体の手術をしようというふうに密かに決めてスケジュールを調整していきました。ところがですね、ありがたいことに2018年に本の出版をするという話が来たんですね。そしてその本には CD、 私が模範演奏したりしている CD がついたんですけれども、その CD をするのに収録が2019年の年明けにするというスケジュールになってしまったんですね。そこでやはり2018年の年末に手術をすることができなくなってしまったので、また1年先延ばしにして経過を見ながら、ということになりました。幸いにも声の調子は大きく崩れることはなく、本の出版にも、本も出版できて、コンサートもできて充実した1年になりました。結果的にですね、長い経過観察期間が取れたのですが、私の声帯の様子は悪くはならないけれども、やはり、先生の言う通り よく回復していくというふうにはなりませんでした。そしてその間にですね、別にこうして自由自在に歌えるんだからやっぱり手術はやめておこうかなとか、やっぱりネットでいろいろ調べたりするんですよね。そうすると声帯の手術失敗したとかなんか出てくるんですよ。そうすると恐怖に怯えて、やっぱりやめておこうかとか心は揺れ動いてました。でまた私は遺伝的にですね、ケロイド体質という傾向がありまして、ケロイド体質っていうのは傷が治りづらかったり、治った後にケロイド、傷口にケロイドやが反根になってこう飛行する、皮が分厚くなっていってしまいやすいっていうタイプの体質なんですね。それもかなり心配のもとでした。そういった心配事はね、先生に直接隠さずに質問していたんです。で先生は丁寧に過去の事例をとってね、こういう方がいましたけど大丈夫でしたよとか、80代の歌手の方もされたけれど回復に時間はかかったけれども、今は回復されて綺麗に歌われてますよとか言ったね、丁寧な説明をしてくださいました。私はその話を聞いて、やっぱり自分もね、できる限り70代80代ね、本当にもう亡くなる直前まで長く歌い続けていたいというね、気持ちがありましたので、やはりここで綺麗に直して綺麗な声帯を取り戻していきたいという決心をして、2019年の12月19日に手術に踏み切りました。
予定では12月19日の手術でしたので、それまでね、クリスマスコンサートなど通常年末には入ってたんですが、その年は12月の10日までに全てのコンサートなどを終わりにして1週間ぐらいのお休みを取ってから19日に手術、そして1月いっぱいは全ての仕事をお休みにして、2月から教える仕事などを再開。私3月が誕生日なので、3月28日のバースデーコンサートを手術後復活コンサートと銘打って、そこでコンサートで歌おうという綿密な計画を立てて臨みました。ところが2020年に入って突然コロナがやってきたわけです。それに加えて私の喉の手術は大成功したんです。手術自体は大成功したんですが、ところが私の喉は計画通りに回復していかないという辛い試練が待っていました。さて、動画の方が長くなりそうなので今日はここまでにしておきます。手術をね、行うことになった経緯についてお話しさせていただきました。この後ですね、手術はこのようにした、どういった費用がかかってどのような手術をしたというようなことや、また今言ったように術後の回復が非常に悪かったものですから、その間に、コロナ禍とともに私はリハビリをしながらここまで喉を復活させてきたんですが、まあ、その経緯に関して皆さんがご興味があるようでしたらまた動画にあげたいと思います。今私が作っているこのチャンネルというのはですね、やはり自分が、手術によってゼロリセットになったし、なってしまった喉をですね、大事に大事に回復させてきた、ことを元に作り上げている動画です。よかったら、他の動画の方もね、参考になさって、声の悩みのある方、ぜひこのトレーニングをされてみてください。はい、それでは皆さん、いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。コメント欄に皆さんからの何かご要望やね、質問等ありましたらお受けしています。個別のね、ここでは言いづらい質問等は公式 LINE というのがありますから、そちらの方からでも受け付けております。また私のホームページの方にオンラインレッスンのご案内などしておりまして、声、全国の声の悩みね、歌をうまく歌いたい方もいらっしゃいますけれども、発声自体に問題があって悩みがある方とともにですね、オンラインの画面を通してオンラインレッスンもしております。どうぞ個別個別の声を聞いてカウンセリングをして対応しておりますので、ご活用なさってみてください。今度新しいですね、レッスンスタイルも取り入れまして、このコロナ禍でなかなか外に出ていけない方が多いので、レッスンの他にオンラインを通してですね、1対1でのリクエストライブ形式で、皆さんからこんな歌を歌ってほしいというものを私がオンライン上で歌ってお届けします。それ1対1でやっています。そして皆さんもお家でそれに合わせて口ずさんでいただくというようなことを始めましたので、ぜひそちらの方も、チケット制でやっておりますので、ご活用いただけたらと思います。概要欄の方に貼っておきます。それではありがとうございました。またお会いしましょう。